道民の皆様、北海道コンサドーレ札幌宮沢裕樹です。高見智樹です。日頃よりご支援ご声援いただきありがとうございます。新型コロナウイルスが蔓延している中、患者やその家族の方々、医療従事者の方々への差別や誹謗中傷等の心ない行為は断じて許されるべきではありません。ウイルスは現在全ての人々にとって非常に身近なものとなってしまっており、生活様式の変容が余儀なくされています。今なお多くの人々が苦しんでおり、この状況を脱するために懸命に戦っている人々がいます。戦うべき相手はウイルスであり、患者やその家族、医療従事者の方々ではありません。ウイルスを正しく恐れるため、正確な情報を集め、感染予防に努めるとともに、周囲の方々への配慮を忘れることなく、この窮地を乗り越えましょう。精一杯のプレーをすることで、道民の皆様に対して元気や勇気を与えられるよう準備していきたいと思います。周囲の方々への配慮を忘れることなく、この窮地を共に乗り越えましょう。